はい、こんにちは。今日はね、ちょっとこのところ質問の多かった。ベイトリールのスプールへ、P ラインを、縛るときの縛り方。ね。あの、普通に肩結びしたら、あの、くるくる回っちゃうのよ。なので、えー、ずーっと巻いていって、まあ、魚とやり取りしてるときに、ルズルズルっともう巻いている糸全体が根元が回っちゃうから、いわゆるあの、空滑り、空舞いしちゃう。 ので、その結び方を教えてくださいという質問が相次いだんで、今日はちょっとね、それをやってみますね。まあ、こうやってスプールにね、糸を結んだら、後でリール本体に入んないからね。<laughs> あの、わかりきったことなんだけど、結構あの、やりがちなミスなので、はい。スプール外したら、リール側からね、ここから、 糸を通す、通します。わ、まあ、分かりきった説明でもね、やっとかないとね。で、スプールを出した、こっちの穴から出しとくね。はい。ちょっと考えればわかることなんだけど、初めての時はね、仕方ないよ。やっぱりみんなね、失敗しちゃいます。はい。じゃあ、この P をスプールに縛ります。 えー、P ラインをねちょっと大きめにワサにして持ちますでこっちの端っこを作業しやすいように20センチぐらいなんだこれ20センチちょいぐらい引っ張り出しますはいでここは2本束ねてね持った状態で端糸の方をいっぺん 内掛けでワサネすここ内掛けで輪っかを作ります。はい。この状態。で、さらに内掛けで、内掛けというより、内回しで、その輪っかの下にもう一個輪っか重ねます。同じ要領で。 同じ向き同じ要領で輪っかを2個作るこれが本線これがあまり端糸ねこれが本線はいこんな状態大きく下の輪っかを作ったまま本線にここの指で持ってるところで2つ輪っかを作るでこれをちょっと分かりやすいように広げますね でこの糸を輪っかごとこの本線に通すんです巻くんですここ本線ごと輪っかの中に糸を通す1回2回3回 この状態。はい。で、ここでゆっくり締めていきます。ここであんまり締め付けない。強くは。この輪っかがなくなるくらい。 この状態にしますねきっちり締めずに軽くこの結び目がきちんと締まってさえすればあまり強く締めない方がいいこっからあのこの輪っかをねちっちゃくしていくんでこう引っ張るとほらどん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 短くなっていくでしょうはいこの状態で余り糸をカットする ここのヒゲはね、そんなに気にしなくてもいい。もうちょいね、カットして短くしてれば大丈夫です。真っ赤にスプール入れるんです。はい。で、ここで引っ張ると、これはあの、ハングマンズノットの応用なので、引っ張ると当然こう締まってきます。 投げ縄の縄を作るのと同じやり方なんです。はい。で、このままだとさ、ほら、絶対閉まんないから、ぐる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 回っちゃうよね、下巻き糸が。で、どうやってこれを回らなくするかって言ったら、ここから、この糸を、 また同じようにに輪っかにしてスプールへ被せるんですこうひねってこうひねった中にスプールを通すはいでゆっくり締め込むこんな状態になるわけ、はい、これでもねまだくるくるともまえします で、ここでね、キュッキュッキュッと締めて、これを繰り返すんだけど、ここの結び目のところに次の結び目が来ないように回して、反対側に来るようにして、もう一回ハーフヒッチをする。はい。内側に回して、スプールに入れる、持つ、 スプールに入れる。持つ。閉める。はい。で、ここの溝があるからさ、スプールの中にね。入れてやって、キュッ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 と閉める。ここで2回目。で、ここへね、G1 って書いてあるでしょ。G1SV。これが目印なんだけど、まだ引っ張ると。 滑っちゃうよね。これをね、3回、4回僕はやってんだ。締めて、キッキッキッ締めて、はい、4回目で、うん。これ今、相当指切れそうな影響で僕引っ張ってるです。 ほらもう動かないで滑りませんハーフヒッチを向きを変えながら3回4回やることでもう滑らなくなるね僕ねあのスピニングリールのスプールにピー巻く時も同じことやってるんいろんなやり方あると思うよいろんなやり方がだからあのベイトのね本当に昔からやってる達者の人がこれをどうやって 進んでるかね実は僕知らないのよ僕はもう何十年も前から、えー、自己流でこうやってるのでみんながどうやってるかね知らないしあんまり興味がないなぜならここれで困ったことがない <laughs>、うん、下巻きに、えー、ねあのえー、っと何だろうシールを貼ってみたり下巻きにナイロンを入れてナイロンでギョーし見れば滑りにくいからそれにピーつないだり。 いろんなことをやってる方がおられるようですがうーんでプロの方がどうされてるか知らないけど僕は PE だけで、えー、ハグマンのノットで締め込んでハーフヒッチ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 ,ヒッチ、ね、こう向きを変えながら4回やりながらこう締めていくと滑らないこれでね、えー、実は、えー 僕なんかはさほらあんまり大きな魚釣らないからマグロとかヒラマサの2 0キロ3 0キロとかそんなの釣りに行くことがないので全然これでねこと垂れちゃうのよ。うーんとえってそんな程度で本当に大きい魚来た時に、えー、ラインがかなりねドラグ出されてラインの巻き量がどん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 痩せていって少なくなった時でもくるくる回らないのって心配される方もねいるかとは思うんですけど。 ちなみに僕はもうこれしかやらないしねさすがにマグロクラス50キロとかさ100キロとかさそんな魚では僕試したことないからそこは責任持たないよ持たないけどこのやり方で P1 号2号までを使ってえー、一番大きい魚ブリっつってるブリの何キロか測ってない僕はもうにあんまり興味ないっていうか な記録クラスでもないんだから測るまでもないので測ってないけど多分7キロ1 0キロぐらいまでは釣ってるブリでね9 0ンチオーバーメーター近いようなやつでも一度も困ったことがないないですこの縛り方でもう十分はいこれであとはもうくるくるくると巻いていくだけ うんね、滑りません。スプールが回るだけです。そーっとこれ今、ドラッグ硬いです。けどこんなに糸が少なくても滑らない。<laughs> 大丈夫ですよ <laughs> はいあとは今日僕これに、ね、P15 巻くだけなんでね、今からせっせと巻いて釣りの準備します。じゃあまた。